世間の皆様、お騒がせして大変申し訳ありません。この度、食材の意味を込めて私が脱税したとされている1億8000万円を社会にお配りして社会へ還元したいと思います。皆さん、どうかこの動画を最後まで見てください。この動画の中に必死に伝えたいことを詰め込みました。1億8000万円をお配りする方法、それは当然もちろんのことなんですが、世間の皆様にどうしても伝えたいことがあります。どうかこの動画を最後までご視聴ください。改めまして、私は三崎優太と申します。世間では青汁王子とも呼ばれていました。今回私は約1億8000万円の脱税の容疑で起訴され、こういう猶予付きの判決を言い渡されました。ここではっきりと断言させていただきます。脱税の定義というものは非常に難しいものがあるのですが、僕は少なくとも国に損害を与えるという意味での脱税の意思はありませんでした。私の立場でこういう話をするのは大変違和感があるかもしれませんが、当時の私はむしろ納税は積極的にするべきだと、経営上の観点からも納税は積極的にするべきなんじゃないかと思っていました。そして事実として1年間で約14億4000万円のお金を納税していました。しかしそれだけ納税していたのにもかかわらず、わずか1億8000万円の脱税の容疑で逮捕され起訴されるに至りました。この国は法治国家です。この国が有罪というのであれば有罪であることに変わりありません。私はこれから脱税犯として、そして犯罪者としてレッテルを抱えて生きていくことになります。この運命は受け入れざるを得ません。私に国税局のいわゆるマルサという組織が入ってきたのが昨年の2018年1月30日のことでした。それから約1年間にわたり必死にマルサと戦ってきました。本当に必死でした。何度も国税局に呼ばれては、その度に午後から遅い時では夜中まで、そうですね、夜中までかかった時も何度もありました。取り調べを受けてきました。その取り調べの中で私の担当の鬼木仁さんから、今認めなければお前の人生は絶対に潰す、高齢で体調の悪い祖父母のところへ行くぞ、病弱だったのですが祖父母が体を壊していいのか、そういうことも何度も言われました。何度も高圧的なことを言われました。実際に北海道の体調の悪い祖父母のところまで国税局の職員が何人も押しかけて調査に来られたこともありました。本当にこんなことを許してもいいんでしょうか、こんなことをしてもいいんでしょうか。目を疑うことがたくさん、この1年間たくさんありました。この1年間が私の中でも精神的に一番きつかったように思います。それから逮捕後も税金を払いたくなかったと供述しているなど、マスコミを使った悪意のある印象操作を国税局の手によって執拗に受けました。このこと以外にも事実と異なる報道はたくさんあります。私は実際に14億円以上の税金を納めていましたし、税金を納めたくなかった、そんな供述は一言もしたことはありません。皆さん考えてほしいのですが、私は14億円を納めていました。そして1億8000万、結果的に誤りはあったのかもしれません。ただそれは税金を逃れるためにやったわけではありません。税金を逃れるためであれば14億円のほぼ全てを隠していますし、税金を1円も払っていなかったと思います。国税局の担当の鬼木さんとのやり取りの中で一番憤りを感じているのが、本来絶対に漏らしてはいけない取り調べの内容が悪意のある形でリークをされてしまったことでした。2018年末、去年の末ですね、あまりにも国税局のやり方に憤りを感じ、そして本当に精神的に疲れてました。本当に命を絶ってもいいんじゃないかなと思ったことが何度もあります。約1年間経
続いた中で終わりが見えない状況で、当時の国税局担当の鬼木さんへ海外移住の希望を出しました。1年近く続く調査、そして親族や友人への反面調査という名の嫌がらせに近いような調査の数々、本当に心から疲弊していました。当時は精神的にもものすごく追い詰められていて、国税局の調査が始まってからは、まあ、経営者としては本当に失格なのかもしれませんが、会社には約3回ほどしか行けてません。会社に行くのが本当に怖くなっていました。そして日本のビジネス、私の自分の会社を、まあ、ある意味誰かに任せて、まあ、言葉は悪いかもしれません、逃げだったのかもしれませんが、捨ててでもマルタ共和国という国へ移住したいというふうに鬼木さんへ打診しました。当然国税局の調査の最中だったので許可を得ていかなければいけません。なので事情を説明して許可を得てから移住しよう、そういう配慮もしていました。その結果、まあ、何度か交渉を重ねた末、当時の担当者である鬼木さんから了承を得ました。近年シンガポールだったり、まあ、マレーシアという国が永住権の取得のハードルがすごく高くなっています。比較的最近、まあ、移住先として人気が出てきたこのマルタという国は永住権を取るためのハードルがすごく低かったです。そうしてその経緯があって2018年末、昨年の12月に国税局の了承のもとマルタ共和国へ移住しました。2019年の年始に国税局から日本へ帰ってくるように命じられました。まあ、任意だったのですが、それに従ったところ東京地検特捜部の手によって逮捕されるに至ります。結果的に移住した期間はわずか1ヶ月、本当に短い間でした。国税局の手から逃れられて本当に幸せな1ヶ月でした。それは今でも覚えています。現在は裁判の関係もあって、この日本国へ住民票を戻しています。どうかこちらの記事を見てほしいです。ある有名な週刊誌のウェブ版の記事です。ここにはっきりと皆さん見ていただきたいのですが、国税関係者が証言するという記載があります。マルタ共和国への移住に関しても課税逃れを企んでいたともはっきりと書かれています。国税局の調査中です。そんな課税逃れ目的なわけないじゃないですか。これだけ苦しめられて、これだけ大変な思いをして、親族やいろんな人に迷惑をかけて、それでも課税逃れをしたかった、そんなことは1ミリも思っていません。実際税金も払っていました。あたかも税金を払いたくなかった、あたかも課税を逃れたい、豪遊していた若手起業家というレッテル、悪人というレッテルをどうしても貼って悪者に仕立て上げたかったという国税局の意図がここにはっきりと明確に伝わります。またこの記事には1月の取り調べ内容などと称した取り調べの内容も公開されています。これはっきり言いますが、取り調べの内容を公開するのは守秘義務違反で、これ自体が罪に問われるべきです。本当にこれ自体が犯罪に値する可能性もあるような行為です。そしてしかも私が示唆されている発言、これは本当に事実と大きく異なります。言われのないことでさらに追及されるのが怖かった私は、この行為は問題ありませんか、移住しても問題ありませんか、何か落ち度はありませんか、そういうことは国税調査官に何度か聞きました。その程度のものでした。決して課税逃れではありません。ここまで苦しめられて課税逃れをしようなんていう気には、マルタの調査を経験された方は皆さん分かると思いますが、絶対にありません。しかしそれを課税逃れを示唆する質問をしていたなどと悪意のあるリークをされ、そしてこうして記事になり悪人に仕立て上げられました。国税局は税金を人々国民から集める組織です。こんなことやってもいいんでしょうか。取り調べの内容をこうやすやすと公開してもいいんでしょうか。なんか本当に間違ってませんか。これ皆さん本当に考えていただきたい。そしてこれら1年の取り調べの内容は僕は全て録音しています。これは国税局も分かっています。だから僕は絶対に逮捕しないといけなかったんです。そういう理由があったと思っています。必要であればこの録音全てを公開することもやぶさかではありません。検討しています。録音によって国税局の担当者鬼木さん、そして国税局がいかにひどいことをやっていたか、そしてこの内容が事実といかに違うか、明確な嘘であるかということを証明できると自負しています。他にもこれ以外にも悪意のあるリークをたくさん受け、逮捕後から誤った情報がたくさん流れました。そして一連の報道を受け、まるで私は殺人を犯したかのように叩かれました。世間から本当にバッシングを受けました。
脱税事件の悪質性を示す指標として補脱率というものがあります。これは納めるべき税金のうち何パーセントを脱税したかという割合です。よく報道されているような脱税事件では8割もしくは9割以上、つまり本来納めるべき税金を自分の懐に入れて私利私欲を尽くす、大体 80%、90% 以上と言われています。この補脱率、私の場合は約 15% と著しく低いものでした。脱税事件として極めて異例だった、そういうふうに専門家からも聞いています。いつか改めて真相を話したいと思いますが、裁判でもはっきり述べたように僕は少なくとも国に損害を与えるという意味での脱税をする意思は一切ありませんでした。皆さんは森友学園問題という事件を聞いたことがありますでしょうか。マルサの捜査の手が入った時の国税庁長官がこの事件の主役である佐川信久さんです。そして私はこの佐川さんが率いる国税局に打たれました。この森友学園問題は国民の資産でもある国有地をなんと10分の1近くの値段、そんな破格の値段で売買したという大きな問題なのです。この事件の主役で当時の国税庁長官である佐川氏は国民を裏切る絶対にやってはいけないような行動を起こしています。いくつかあるのですが、代表的な例を2つ紹介したいと思います。1つは公文書の改ざんです。公文書という公的な書類、国民が国の行動や意思決定などを事後的に検証するための重要で大切な記録を平気で改ざんしたのです。そんなこと信じられますか。もうこれが許されたらもう何でもありの世界ですよね。この問題については多く報道されましたが、いまだに何の罪にも問われていません。そして2つ目、国会、神聖なる国会で嘘の答弁を繰り返しました。国会という国民の皆さんの神聖な場所、嘘を絶対についてはいけない場所、我々の未来、そしてこの国の未来を真剣に考える場所で嘘に嘘で塗り固め、何度も何度も嘘の答弁を繰り返しました。皆さん必死に税金を納めてますよね。本当に大変だったりしんどい時だってあると思います。税金を集めているトップが嘘や嘘の資料を作って国会の業務を邪魔しています。そしてこれは多く報道され公になっています。誰もが知っている事態です。ただおかしなことに、これだけ公になってこれだけ社会的立場がある人間がこのような嘘をついても何の罪にも問われていません。今でもぬくぬくと生活してるんです。皆さんこれ許せますか。これを見ている皆さんも納税者だと思います。考えてみてほしいんです。税金を集めるべき立場の人がやることでしょうか。そしてこれが許される、そして我々は苦しい思いをしてたくさん税金を納めています。こんなのおかしくないですか。さらに佐川さんの指示で公文書を改ざんさせられた近畿財務局の現場職員、本当に残念なことに不正を強要されたことに気を病んでしまい、自ら命を絶つまでに追い込まれました。この問題にはですね、人の命も関わってるんです。なのにそれを命じた佐川さんは何の罪にも問われていません。人が亡くなってるんですよ。こんなのおかしいですよ。本当に許せないと思います。誰がどう見たってこれは正義に反しています。僕のことはねまだいいんですよ。しかしこの亡くなられた職員の無念を晴らすためにも佐川さんは罪に問われないとおかしいんです。この国は法治国家でしょうか。皆さんこれ本当に許せますか。僕は絶対に許せなかった。本当に今でも許せません。憤りにあふれています。そして何より嘘に嘘を塗り固め国民を騙し何の責任も問われない、この国は税金を取る、それが全てなんでしょうか。もっと人の命が尊重されてもいいんではないでしょうか。責任追及もしなければ国民に対して謝罪もしない、遺族に対しても謝罪したんでしょうかね。自分たちのことは棚に上げてなぜそんなことが言えるのか、純粋な国民としての疑問をぶつけました。
本当に心の叫びでした。そして1年間国税局と国税局マルサと戦います。必死でした。本当に必死でした。その結果2019年2月12日逮捕されることになります。逮捕されてしまい、このまま争うことを選べば数年間にわたってこのわずか1億8000万円の問題と向き合わなければなりません。僕にとってはこの1億8000万円は、誤解を恐れずに言います、それほど大きな金額ではありませんでした。だからこそ私は自分の人生を生きたかった。速やかにリスタートを図りたかった。弁護士さんとも協議しました。そして速やかにやり直す、リスタートを切る、その道を選ぶことにしました。しかし私の中の戦いの炎は決して消えることはありませんでした。おかしいものはおかしいんです。不公平なものは不公平です。国に逆らうやつは徹底的に潰す。一方で政権を守るためにズルをした人、国民を裏切った人は誰も罪に問われていません。公文書を改ざんするということは非常に重い罪です。決してやってはいけないですし、許されることではありません。国民の皆さん、これをおかしいと思いませんか？税金を集める人間、税金を集める組織のトップが国民に嘘をついて、そして国民を騙し、それが許されてしまっては、この日本に未来、希望は持てないんじゃないか。そうとすら私は思います。いつかこの声を世間の皆さんに届けよう。今日というこの日を心の底から待ち望んでいました。自分のことを言い訳するために言っているのではありません。自分のことは有罪判決を受け、運命を受け入れています。私が無罪だと言いたいのでは決してありません。ただ一つだけ皆さんに問題提起をしたい。なぜ税金を集めるべき立場のトップである佐川氏のやったこと、国民の皆さんを騙したこと、公文書を改ざんしたこと、その他にもたくさんのことがあります。人の命も関係しています。なぜ許されるんでしょうか？これから10月には消費税の引き上げが行われます。国民の皆さんは今よりもっともっと強い税負担が強いられ、厳しい生活を余儀なくされる人もいるのではないでしょうか。税金を集めるべき立場のトップは国民に未だに嘘をついたまま謝罪すらありません。それなのにさらに国民の皆様から税金を、さらに高い税金を集めようとしている。それが今の日本国の現状なんです。悲しいですがこれが現実なんです。国民の皆さん、納税者の皆さん、こんなこと許されるでしょうか？国民をバカにするのもいい加減にしてほしい。私はそう思います。国民の皆さんの暮らしをもっと苦しくする前に、国税局および国税局の前長官だった佐川さんは罪を償うべきではないでしょうか。そして国民に嘘をついた、国民を騙したことをちゃんと謝罪するべきです。それから消費税を増税するのが筋ではないでしょうか。この動画を見ている皆さん、この問題に興味を持っていなかった人、知らなかった人たくさんいると思います。しかしこれ、私が SNS を通じていろんな馬鹿げたこともしたかもしれません。たくさんの人にどうしても注目を浴びたかった、どうしても興味関心を浴びたかった。それはこれを、この問題をお伝えしたいから、ただそれだけだったんです。私が尊敬する東京地検特捜部の部長さんのある言葉があります。国民が不公正、そして不公平だと思う事件、それらの事件の刑事的責任を追及していく。本当に感銘しました。
この森友学園問題、国税局前長官の佐川さんの問題こそが国民が最も不公平だと思っていて、最も裁きを受けるべき問題なのではないでしょうか。私たちの未来、そしてこれからこの国の未来を担うであろう子どもたちのためにも、こんなことが許されてはいけないんですよ。まかり通っちゃいけないんですよ。どうかこれを見ている皆さんも今一度この問題について考えてみてはもらえないでしょうか。もう少しの時間でもいいです。どうか考えてみてほしい。そして皆さんが動けば世論は動きます。世論が動くということは、この日本のこの国の闇ともいえるこの問題に法のメスが入り、きっと公平な未来が訪れることになると、そう私は信じています。そしてそうなると確信しています。最後に、私はこの法治国家の下で有罪判決を受けてしまいました。世間の皆様に大変なご迷惑をおかけしたことをお詫びして、私は責任を持って皆様この社会へ贖罪をしたいと思います。私が脱税したとされている1億8000万円、この1億8000万円をこれからの日本を良くしてくれる皆さん、夢がある若者の皆さん、いろんな思いがある方がいると思います。とにかくこの社会のためになる、そういう活動をしてくれる皆様ね、お配りしたいと思います。1億8000万、私が責任を持って必ず皆様にお配りします。この動画の元ツイートをどうか皆さんリツイートしてください。私のことをフォローしてもらえませんでしょうか。締め切りは今から10日間です。この動画をリツイートしていただいて、私をフォローしてください。当然フォロワーを増やす目的ではありません。一人でも多くの人にこの問題に気づいてもらいたい。そして私は責任を持って贖罪をしたい。それが目的です。なのでこのキャンペーンが終わり次第フォローを外してもらって構いません。これから10日後に180人の方に1人100万円ずつの贖罪寄付をしたいと思います。当選者には私から個別に DM をさせていただきます。社会の役に立つて、どうかこの日本の未来、この日本が明るくなるようなことに使っていただきたい。この動画を一人でも多くの人に拡散したい。忘れてはいけない森友学園問題、佐川氏の問題、一人でも多くの人に考えていただきたいんです。そして世論を動かしたい。そのために私は責任を持って1億8000万円を皆さんにお配りします。どうかご協力をお願いします。最後までご清聴誠にありがとうございました。